域で泳ぐことができるようです。さあ、それでは続いては最後のワラスメイティをお願いいたします。それでは続いては最後のワラスメイティを移動いたします。引き続きで最後となりますので、まだご覧になってないお客様、右側のワラスメイティでご覧ください。で、またこちら通路となっておりますので、お客様側は道を空けていただきまして、通行されるお客様へのご配慮をお願いいたします。そしてペンギンたち、白黒模様が特徴的ですが、なぜこのような色をしているのでしょうか。それでは皆様、最後にダイバーに手を振ってお別れしましょう。